はいどうも、サンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。ということでですね、本日は神戸の方に来てるんですけども、ロープウェイがあるということなんで、ちょっと乗っていきたいと思います。それでは早速行ってみたいと思います。ということで無事ね、ロープウェイ乗ることができました。大人往復で2000円というね、そこそこなお値段なんですけれども、観覧車乗る恥ずかしさはない。大人1人でも全然乗れる。観覧車は恥ずかしいじゃないですか。ということでね、今ロープウェイ乗ってます。僕超高所恐怖症なんで、途中で怖くなったらどうしようと思ってるんですけど、最悪ね、最悪、いやわかんないや、怖え。うわいったよ、うわ。じゃあ行ってみますね。おお、来てる、加速してる、加速してる。うわいくよ、これ。うわいくよ。うわー、来たー。うわー、来ました。うわ、怖っ。やべ、怖えよ。怖えけど、景色は綺麗。景色は綺麗です。でも怖いね。こんな感じなんですね。なんかこんな感じなんだ。怖いよ。お股がスーってする。お股がスーってしてます今。うわ、お股がスーってするよ。空飛んでます今。僕空飛んでるんですよ今。こんな感じで空飛んでます。お股スーってしてます。高所恐怖症でーす。やっべ。動画回してなかったら多分もう気失ってます。動画のためなら何も怖くない。空飛んでるよ。おい、空飛んでるよ。なんでみんなこれ怖くないんだろう。マジめっちゃ怖い。誰かに手つないでほしい。誰か手つないでー。怖いってますけどね、もはや降りることはできませんから。一回乗っちゃったら降りることはできませんからね。ただゴールがどこかは知りたい。僕はこれ到達点がどこなのか知りたい。まだ上がんのって感じ。マジで怖いて、怖いて。でもね、2000円払ってるからそれなりの距離はあるんでしょうね、多分ね。怖いて、怖いて。もうこれ見てる人どういう気持ちなんかな。これ怖いよマジで。マジで怖いっす。うーわ、見て、神戸の街。神戸の街並みを皆様にお届け。神戸の街並み、これよ、これ。うわ、神戸の街並み。言うてる間にね、なんかゴールらしきものが見えてきました。止まんのかーい。やめて、ここで止まんの。マジで高所恐怖症にはマジでやばい。止まんのやめてー。なんか滝あるんで、とりあえず取っておきます。滝からの神戸の街。すごい、海もあるよ。神戸にゴールが見えてきました。はっきり言って僕マジでやばいよ。乗ったことを後悔してる。なかなかね、僕はね、あんまり自分のことを認めることができない人間なんですけれども、今日は褒めたいと思います。頑張った。俺マジ頑張った。マジで頑張ったよ。マジでこれもうほんとマジで超怖え。マジで超怖え。言うてる間に着きます。じゃあそろそろ着いたんでよかったです。こういう時はね、上だけ向くんすよ。やっぱ下向いたら終わりだから、上だけ向く。オッケー、到着、ゴールでーす。無事到着だ。いやマジで死ぬかと思ったけど、無事帰ってきました。生き残りましたぜ、イエス。ここで皆さんに悲しいお知らせがあります。なんとここはまだ中間地点でございました。マジかよ、まだ半分なの。大丈夫？俺マジめっちゃ怖いんだけど。いけんの？俺大丈夫なのって感じなんですけど、もう行くしかないんで行ってきます。それでは再びレッツゴー。加速してる。やめてくれ。いやー怖い。怖い。でも景色は最高です。やばいて、もうマジで高所恐怖症じゃなければよかった。バンジージャンプとかよりも全然怖いわ。バンジージャンプって一瞬で終わるじゃないですか。バンジージャンプもね、もうほんと怖かったんですけど、一瞬だったんですよ。これはね、継続する怖さ。マジで怖いよ。壊す壊す、でも怖いと言うと怖いっていうから、怖くないと思えば怖くないのかもしれないって言いながら怖いですもんね。もうやっぱ本能がね。いやでも綺麗よ、景色はマジで、景色はマジで綺麗なんです。空飛んでる感じで、こういうさ、なんかほんと高いとこ怖い人と高いとこ怖くない人ってどれぐらいの比率なんですかね。僕なんか本当にさ、なんかなんだろう、もっとなんか他の恐怖症でよかったな。ヘビ怖いとかさ、そっちの方がまたヘビと関わることそんなないじゃないですか。これ高いところって結構ね、こういう行くじゃないですか、ロープウェイとかね、楽しみたいのにさ、めちゃくちゃ怖いから、めちゃくちゃ怖いからっていうおじさんの話より風景映した方がいいですよね、風景を。というところで、おっ来たぜ、着いたかもしれん、お行った、来たかもしれないです。はい、ということでちょっとね行っていきたいと思います。来ましたよ、これ本物のゴールだって。この先ロープ続いてないですもん。あの先にロープ続いてないから、これ絶対ゴールですわ。はい、ということで今度こそ本当に生き残りました。どうもおじさんです。はい、ということでね、無事着いたっぽいです。まあ、帰りのことを思うとちょっと怖いんですけど、まあ、帰りはただ下っていくだけなんで、下る分にはね、どうなんすかね、下りの方が怖かったりして、まあとりあえず着いたんで、帰りのことは一旦忘れて楽しんでいきたいと思います。イエーイ、虫が入ってきたぜ。はい、ということで無事頂上にたどり着きました。もう帰りがねちょっと不安なんですけれども、まあとりあえず一旦この頂上の庭園を楽しんでいきたいと思います。それでは本日は以上で終了とさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。